バントリーハウスとその庭園。邸宅の後方に見えるのがバントリーワンである。バントリーハウスはアイルランド、コーク県バントリーに位置する庭園を伴った歴史的な邸宅。1700年頃、バントリーハウスはバントリーワンの南側に建てられた。元々の名称はブラックロックといった。1750年、表議員のリチャード・ホワイトは、 サミュエル・ハッチンソンという人物からこのブラックロックを買い上げ、その名称をシーフィールドと改名した。リムリックで商人になった後、ホワイト一家はワンを当たったところにあるウィディー島に定住する。一家はその後、事業などで成功を収め、付近一帯における大規模な土地の購入を行った。1780年代までに、 バントリーハウスは320平方キロメートルにまで拡大したが、土地の多くは工作に適していなかった。また、ハウス自体からはバントリーワンを見渡すことが可能で威厳のある家となった。1946年以来、バントリーハウスは一般に公開されており、およそ1990年からベッドと朝食のついた宿泊施設として提供されている。 バントリーハウスの庭園は、二代目のバントリー伯爵と、その妻メアリーによって開発が行われた。この庭園の開発は、彼らのヨーロッパ旅行から刺激を受けたものである。庭園は全部で七つの緑地を含み、邸宅が位置しているのはこのうちの三番目にあたる。邸宅の裏側には有名な百段の階段があり、駆け上がれば大きな泉が現れ、見事なアザレアや、 シャクナゲの花がそれらを囲んでいる。庭園は年中いつでも気軽に訪れることができる上、改良や維持のために絶えず修繕工事が行われている。1997年までバントリーハウスにおける多くの土壌が放置されており、修繕の過程に乗り出すことが認められた。かかる費用のための資金提供は2000年に中止されたが、工事は継続中で完了すれば、 以前のような土地の状態にまで修復される予定である。1796年、セオバルド・オルフェトーンと統一アイルランド人連盟は、オッシュ将軍率いるおびただしい数の、フランス大型艦隊を上陸させようと試みた。これには、イギリス人を追放し、アイルランドの共和国を設立する意図があった。大型艦隊は50隻の戦艦と1万5000人の、 兵で構成されていたこの侵略を聞きつけたリチャード・ホワイトは彼と大借人たちがイギリスの王権に忠実であるとして上陸に対抗するため市民軍を整備したこの時の軍需品は安全に保管するためバントリーハウスに貯蔵されている万島には侵略を知らせる警戒隊も送られたしかしこの時天候が かなり厳しい状況で、船と船の連絡さえ南極を極めていたため、結局フランス艦隊は上陸の機会を得ることがなかった。この際、10隻の船が失われている。この失われた船の中には、艦船、スユルベイアンテが含まれており、ほぼ200年もの間、バントリー湾の底へ沈んだままとなった。その後、船は1982年に発見される。 1985年、船は国の遺物として公表され、船自体とその中にあるものに対し、発掘や保存、展示が開始された。この展示するアーマダセンターは、西側からフランスが上陸しようとした話を陳列し、スユルベイアンテ号の6分の1スケールの模型や、バントリー湾の中で回収された残骸から、人工物を展示している。 他にもセンターでは、公開記録からの引用や、等身大の像とともに、セオバルド・オルフェトーンについての説明も行われている。また、観光客は、アーマダセンターのサウンドツアーを楽しむことも可能である。ありがとうございます。